キャメロン軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は6839人であり、2000年の9991人から31.5%減少した。陸地面積では州内最大の軍である。軍庁所在地は国勢調査指定地域のキャメロンであり、同軍で 人口最大の町は、ハックベリーとサビーン側がそれぞれ、東と西の軍境会になっている。警察組織がなかったために、この地域は、長年、無法者、海賊など極悪非道な人物の温床になっていた。南北戦争、オードリー、リタ、アイクなど多くのハリケーンが、地域の向かう道を形成する出来事になってきた。南北戦争が始まった時は、 海岸地域で支持する側が分かれ、さらなる紛争の舞台になった。1863年秋、グランドシェニエ周辺では、北部支持者のマーメント・ジェイ・ホーカーズと、その時系組織、マーメント・レギュレーターズの行動をブロックが記録した。1957年6月27日、ハリケーン・オードリーの被害を受け、390人以上が死亡した。 著作家のノラ・ミーロスとスーザン・マクフィレングッドソンは、ハリケーン・オードリーの多くの生存者の話を記録し、ハリケーンから40年後に出版した。アメリカ医学会は、地元の医者セシル・クラークを、個人的な損失が大きかったにもかかわらず、献身的な奉仕を行ったことを認め、年間最大の一般会業医に指名した。ハリケーン・オードリーの上陸した前と後で、 地元の歴史が50年間近くも語り継がれていたが、キャメロン軍は2005年9月24日にハリケーン・リタに再度襲われた。このハリケーンが来る直前に撮影された映画リトル・シェニエには軍内が破壊される前の光景が残されることになった。ハリケーン・リタから3年後の2008年、ハリケーン・アイクに襲われた。この時の高潮の高さは22フィートとなり、 ハリケーンリタの時の10フィートよりも悪くなった。海岸地域のほぼ全体が洪水となり、高潮と洪水の水は内陸の60マイル北のレイクチャールズ市にまで達した。軍内ではキャメロン、ホリービーチ、ハックベリー、クレオール、およびグランドシェニエの街が破壊された。ルイジアナ州野生生物魚類賞探索救助チームが州兵隊や 沿岸警備隊と協力して363人を救出したことを含め、数百人の人々が洪水の最中に救助された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1932平方マイルであり、このうち陸地1313 13平方マイル、水域は619平方マイルで、水域率は32.03%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。キャメロン郡図軍内には法人化された都市はない。キャメロン郡教育委員会が地元の公立学校を運営している。キャメロン郡公立図書館が軍内の公共図書館システムである。すべての図書館は未編入領域にある。キャメロン郡公立図書館本館はキャメロンのマーシャル通り469にある。 その他に6カ所の師匠を運営している。地理、ありがとうございます。